ありがとうございました。今日は生命の実相のですね、55ページをお開きください。この前ここお話したんですけど、もう一度ちょっとここでお話します。終わりから2行目のところね、前回に講義いたしました甘露の方の一節にはと、ここはとても大切なところですから、もう一度こう、読み直してみましょう。神が一切のものをただ心を持って作りたもうと書いてあります。この心というのは実相の心、実在の心、本当の心のことであります。そしてですね、それで神の作りたもうた実相の世界とは、神が神のアイディア、神の観念によって蘇生されたところの趣味、趣妙、完全、円満、大調和の世界であって、その神の心、実の心の作り出した実相の世界の他にと書いてありますね。これですから、神様ですから完全なんだから、神様の作った世界に悪いはずがないんですね。病気を作ったり、貧乏を作ったり、争いを作ったりなさらないはずですからね。でここで神様の作った世界、もう何回も申しましたけど、もう一度ね、皆さんがこう甘露の本を読むときにお考えいただきたいんですけど、神の心を動き入れて、言葉となれば一切の現象、一切の現象を展開して万物なと書いてますね。これ甘露の方にあります。ですから一切の現象っていうのは、これは形のことでね、いわゆるこの現象と違うわけですね。これが実相の世界です。だから神様っていうのは完全であって円満で、もう絶対にもう間違うことないもんでしょ。神様が間違うんだったら神様なんか信じない方がいいんですね。だから神様は絶対間違わないっていう、罰を当てたり人がね悪いことしたからね罪を与えるとか罰を与えるとか、そんな神様じゃないんですね。もし人間が悪いことをして神様がそれを追っかけて罰を与えるんだったらね、罰を当てるんだったらね、人間、神様が人間作っといてね、悪いことする人間を作った神様の方が悪いってことなんです。これは理屈から言ったらそうなるわけですね。神様が作ったものが悪いことするんだったら、神様の作る神様の方が悪いってことなんですね。そうなりますから、罰を当てる神様っていうのを考えたならば、神様はないっていうことになってしまうわけです。そんな悪い神様を信じたらおかしなことになるっていうことになりますね。で、ですからこの神様がお作りになって、神様の心のままに作られた世界ですから、もう絶対に悪いものはない。ここに趣味、趣妙っていうのはもう絶対にもうそれ以上美しいものはないっていうもの。妙っていうのはね、もう言うこともできないっていうね。完全、円満、大調和の世界であってと。そういうふうにこう書いてる。これが実相の世界です。これはね、現象と書くとね、ちょっと皆さんが誤解するし、僕らも誤解すると誤解しますので、これ実相の世界ですね。で、まあその実相の世界とですね、そしてもう一つはこの世界に、その次書いてありますね。妄念の映し出している世界、すなわちこの肉眼に見える世界があるのであります。そこにね、注意があるし、あると言っても本当にあるのではなく、現れているだけでありますと書いてあるんですね。間違った世界っていうのは本当にあるんじゃなくて、現れてるんです。心の現れなんですね。あると現れをはっきりこう区別しとかないとね、病気があると思い出したらもうこれ治らないんですよ。病気は私の間違った心の現れであるんだから、心を変えれば治るんだっていうことになるわけですね。貧乏も私の心の現れだから、そういうものは本当に心を治せばそんなものは消えていくんだっていうことになるわけですね。そういうある世界とかを考えたら、五感の世界で、ここにこう実相の世界がこの現象の世界に、本当のこの現象の世界に映し出されるときに、我々がですね、本当にですね、これが完全に映し出されたら、もうこの現象の世界は実相と同じですから素晴らしい世界。ところがここに妄念が入る。
念がある。ね、今の心と書いた人間のこの間違った迷いの心が入ってくるわけです。迷いの心とは何かっていうと、迷いの心っていうのはどういうものかっていうと、この五感の五つの目、耳、鼻、口、皮膚ですね。そういうもので見た世界をあると思う心なんです、これが。それが間違いの心ですね。だからなんか間違ってることをした人を見とって、ああ、あの人はこういう悪い人だと見るのはやっぱり間違ってると、まあこれは思いますけどね、その自分が正しいんだ、相手は間違ってると思うけれど、やっぱりそれはね、この実相の世界のことじゃないんですよ。この相対の世界ですからね。あんな悪いやつはないんだとこう思うけれども、それは五感の世界で見てるから、それに間違って見えてるけども、誰でもみんな神の子であって神様を作った人間だから、悪いのはないっていうこの世界が実相の世界です。だからね、なかなかこの、それがね、難しいんですね。今日も一人アメリカの人が来て、私に個人指導してくれって言って来られたんだけども、その人の話なんか聞いてるとね、まあ奥さんにもういろいろひどい目に遭ってるんですね。でもう家のものみんな持って出られたっていうのは非常にまあ気の毒な状態なんですね。だからもうそういう目に遭ってるもんだから、もうものすごくね、その、やっぱり憎んでるんですね。許しなさいって言うと許せないって言うんですよ、はっきりね。今とっても、思い出しただけで腹が立つ。ムカ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 してくるって言うんですね。もう思い出すのをやめて忘れよう忘れようと、忘れようっていうことは思い出す証拠なんですよ、大体。なんでしょ、今夜高尾の話にあるですわね。忘れんでくれって言ったらいつも思っとるから忘れんちゅうね。思い出してくれ、思い出してくれって言ったら、思い出すったっていつも思っとるから思い出さんでもいいと、忘れることはないんだからいつも思っとると、こう今夜高尾は言ったね。あれあのぐらい惚れたら大したもんね。時々亭主を思い出してくれ、ああええな、何十くらいダメやね、もういつでも惚れっぱなしっちゃうと、惚れっぱなしね。おいね、これはね、素晴らしいんですよね。だからなんかその、主人に惚れとるけども、ちょっと変なことすると、えっていうのね、これはもう、こう、現象を見とるんですよ。そういうことになってくるんだよね。だからこの、五感の世界で見たものがあるということを、これが迷いの世界なんです。私たちはどうしてもね、こう、目、耳、鼻、口、世界にこう言ってるか、耳で聞いたりね、ちょっと変なこと言ってると、こう、自分が悲願で聞いてみたり、間違って聞いてみたりして腹立てるわけですね。これが妄念って言うんですよ。だから、これをね、こう、通してくるからね、この現象の世界には歪みだらけのね、間違ったようなものが現れてるんだと。だから、本当にこの現れてるように見えるけれども、この奥にある神様の作った世界には間違いはないんだっていう、これが成長の絵の信仰なんです。病気しとるような人間でもね、病気は本来ないのであって、人間は神の子であってね、病気してる姿を見てね、ああ、あの人は病気だとして、その病気を治そうとするんじゃなくて、病気をしとるようだけれども、その奥に完全円満なる神の子があって病気なんかしてない人間があるんだということを見るのが成長の考え方なんですね。ここへ行くまでなかなか最初はちょっと難しいのね。最初はどうしても病気だとか悪いとこ見てしまうわけです。僕は医者をしとったから、谷口先生の生命の質を読んでみて、僕たちは病気の悪いとこを見つけて治そうとする。見つけて治そうとするんでしょ。それで成長の絵入って、その医学に成長の絵を利用しようとすると間違いもおかしくなってくるんですよ。あるところを見つけなかったら将来にならんですからね。この悪いところを見つけてそれを直そうとするということになりますとね、これはやっぱり盲年の方が強くなってきて、なかなかね、成長の絵が医者やりながらできないんですね。それでまあ、もう僕は医者なんか嫌だと、この実相の世界を見る人間にならなければ、五感の世界でこう手で触ったりね、こうやってこう叩いたりしてね、探し出してレントゲンで写してみたりして、それでこの迷いの世界を探し出して病気の病気だって言って治そうとしてるんだと。そんなものはね、この世界のことなんだと。それではなかなか治らない。谷口先生は現象本来なしと断ち切って実相を見なさいっていうことをいつも書いておられるわけですね。そうするとね、思ったらね、感ずれば現れるっていうね、じーっと心で見たらそれが現れる世界だっていうのは、この現象実、いわゆる心がね、現実に現れてくる世界なんです。だからこの深層観っていうのはね、私たちがいつもこっちを向いて、もうこちらを向いてね、自分の心がですね、こっちを向いて、ああ、あの人は悪い人だ、ああ、私は病気してる、過去にどうだっていうようなことを、ここで持ってうろ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 してるわけですね。どうしてもここでうろうろするんですよ、この世界だけで。こっち行かないんですよ。
だから霊障の世界で五感の目で見て、ああ私は貧乏だ、私はどうだなんて言ってこうしてる世界だけれども、だから深層観っていうのは我今五感の世界を去ってて、ここをこう切るわけですね。こっちを見る目をこっちからこう振るのを切って、神様の方に振り向いていって、この心をこっちとピシッと合わせるわけですね。そうするとこっちへスーッとそれが出てくるわけ。これが深層観のコツですね。今度また来月深層観のあれをいたしますけどね、深層観だけのこれは通訳次でやりますけどね。しかしやっぱりそういうこういうことがね、今までの祈りの中にはこういうふうなこの祈りってのはないんですよ、なかなかね。よその座禅でも何でもなかなかこういうふうなんじゃない、はっきりしてないんですね。だから深層観でもね、瞑想、メディテーションでも何をね、じーっと見つめるかっていうことが一番大切なことなんですね。深層観はそれがきちっと分かってるわけ。実相を見つめるのは、だから深層観を実相観とも言うと先生は書いてある。実相を心で見る観だとも言うと書いてらっしゃるね。そうするとね、だから我々がこの現象を良くしようと思ったら、こちらを見てこちらを信ずることである。一遍ずっと前に申し上げましたね。伊藤清正さんっていう人が、気違いになってね、一人気違いになったから、なんかあんた成長の絵やってる人だから直してくれと言ってみたら、もう奥さんが亡くなってしまって気が変になってね、子供をみんな、こう、奥さんが亡くなったもんだから恐怖心を起こして、そこらに毒がある、飲んじゃいかん、飲んじゃいかんって飯も食わさないでね、子供はもう水も流さないで、もうプラフラになってる。そこ入ろうとすると気違いみたいなやつがわーっとしてね、入らせない。もうしょうがない。それはもうこんなものわけないわと思って、その前ってガタガタ暴れてる玄関の前って入れないもんだから、そこで観音の方を読み出したのね。もう気違いな観音の方に限るってわけで読み出したんですが、ところがそれはなかなか治らない。それがまた特に一番悪かったのは、もう成長の絵とかいうのが来て、あの気違い直そうとしてるから、見に行こうってわけで、ずらーっと30人ぐらい並んだっちゅうね、これは前はね。皆さんね、30人を並んだ前でこうお経を読んでみなさい。震えますよ、こうガタ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 。もし治らなんだら、こっちの恥、成長の絵の恥ですからね。成長の絵の代表みたいなもんだよ、もうね。おいで、1回読んで治らん、2回読んで治らんね、3回読んだっちゅう。偉いわね、それでみんな見とる前で。さっぱり治らんじゃないかっていうんですね。それでその時にハッと気がついたね、これが気がついたって、僕はこれ偉いと思うんですね。ああ、この人を気違いだと私が思ってる姿はこの気違いに現れているんであってね、この人が本当の気違いではなかったんだと。神様は気違いなんか一人も作った覚えないのに、私がその人を気違いと見る心があったから、その人が気違いに現れとったんだと。素晴らしいね、赤の他人ですよ、これ。あの人が悪いから私は不幸せになったなんて言うとる人とだいぶ違うね、これ。あいつが悪いからうまくいかんなんて言ってね、違いますよ、これは。人が悪いからね、自分がうまくいかんって言うんだったら、その人も私は奴隷ですよ、自分に。そうじゃないんですね。どんなことがあってもね、自分の心の鍵だっていうことをね、そこで思い出してこなきゃいけないんだけど、これがね、都合のいいときは自分の心の鍵よ。悪いときは見ないけが悪いね、見ない。くそったりがってことになる。もう私はもうそういうのすぐなるから、自分の家を体験してるから知っとるですよな。人のことじゃない。悪いことが起こるとあいつが悪い。全幕いかんと。ね。調子がいいとわしの心の影ってね、これ。まあこうなるとね、もう本当に怪しげなもんですよ、成長ねもん。怪しげな成長になるけどね。まあしかしそういうなりやすいんですから、まあ普通そうですよ。あの人は悪いからうまくいかんとかね。この私有会もあの人がやったんじゃダメだとかいうのみんなこれですよ。ね。あの講師ではダメだ。みんなこれね。みんなこれですよ。こっち見とる、こっちを。実相振り向いとる。どんな講師の話の中からでも素晴らしいものを引っ張り出そうっていうような人は、これは救われてる、救われる人。子供の言ってることの中にも我々は教わることがあるんですからね。だから谷口先生はね、体験談でももう成長年が始まってからずっと体験談をね、もう40何年講習会には必ず聞かれる、午前午後とね、30分ずつ聞かれるわけです。で、私はその先生が病気を治った体験談ばっかり聞いとられてね、ニコ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 笑って喜んでられるから、
もうあんなのやめりゃいいのにと思ってね。病気治るぐらい当たり前じゃないのと思いながら、まあそんな気になってすぐ僕はそういう批判しましてね。先生を批判したわけじゃないんですよ。そういう体験の中見て運動してね、成長の中がバーッと広まったっていうような話をね、変えりゃいいのにと思ってね、思って先生にちょっと申し上げたことあったらね、ああ、したらいっぺんに先生に言われましたね。君、それは大変な間違いだと。一人でもね、あの人がね、命が救われた体験っていうものは、その人が命がけで体験してるんだよと。どんなつまらないように見えるんでも、その人にとっては命をかけたね、人との体験なんだよと。それをね、喜んで感謝しながら聞くような気持ちに君にならなきゃダメじゃないかって僕は言われる。それからこう聞きよるけどね、なんとなく面白ない時あるね、やっぱり。まだおそまつなもんですわ、そら。あんな体験なんやめないのにと思うような躊躇あるね、そら。あるけどもしょうがないわね、そら、やっぱり。本当にね、谷井先生がそうおっしゃってくださった時にね、僕は反省しましたよね。だから、ついこっちを見てしまう。こっちを見てしまう。命を見ない、命を見ない。ね、もう、この現象の世界に流れてるね、その奥に流れてる命の世界っていうのを見ていかないからね。これは、この、ここで、この書いてあるのがね、だから、こっから下がね、だから心が変わったら、運命が変わるとか、心が変わったらこうなってくるっていうのは、この、こっからの世界です。私たちが本当に信仰っていうのは、ここを飛び越えて、これを信ずることですね。信ずるっていう世界は、なこと言ったって、自分が今つまらん人間なのに、こんな世界、こんな病気しとんのに、健康な自分があるなんて言ったって、どこにあるんですかっていうのことを、こう、聞きたくなるでしょ。しかしそれは信じてね、心に信じて、その通り自分が感じたらそれが現れてくるんだらしかない。今まで自分はつまらん人間だと思ってる人が、いくら人にどんなに言ってもそれはわからないんです。一遍騙されたと思って信じてみてても信じられんっていうね。だからやっぱり、その、これを捨ててね、だから成長のやっても真相感をしないと本物になってこないってのはここなんですね。我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていうこの偉大なる宣言をして、こっちからこっちの今まで一日中嫌なことがあったって何があったって全部こんなもの捨ててしまうんですよ。スワーッとね。で、神様の作った世界にもう悪いものはないんだと、じーっとそれを信ずることをすると、この現象の世界にいろんな奇跡が起こってくるんです。これは素晴らしいことなんですね。で、ここにちょっとその次行きましょう。で、ここに書いてありますね。盲年のね、だから、実相の世界の他に盲年の映し出している世界、すなわちこの肉眼に見える世界があるのであります。あると言っても本当にあるのではなく、ただ現れているだけであります。ここが大事ですよ。現れているのとね、あるのと違うということね。だから病気は現れているんですよ。貧乏も現れているんですね。悪いように見えたものは現れているんです。あるんじゃないんです。